皆さんこんにちは。元宝塚歌劇団月組トップ娘役を務め、映画失楽園では主演を務めるなどし、現在62歳となる黒木ひとみさん。黒木ひとみさんは1991年に電通役員の伊地知俊夫さんと結婚し、伊地知萌子さんという娘さんがいます。しかし娘伊地知萌子さんは過去に学校でおぞましいいじめ事件を起こしていたのです。加えて黒木ひとみさんに逮捕説や離婚説も。今回はこれらの噂や事件の真相についてご紹介します。最後までご視聴いただけると嬉しいです。最初に伊地知萌子さんが起こした事件についてです。2012年8月、複数の女性週刊誌がある有名私立中学に通う大物芸能人の娘による陰湿ないじめ事件を一斉に報じました。まずは一報を伝えた女性セブンの報道から紹介しましょう。事件が起きたのは5月下旬のこと。女子3人、男子1人のいじめっ子グループが同級生の女子生徒 A 子さんを校内の女子トイレの個室に追い込んだ。リーダー格の女子生徒 B 子は配下の男子生徒に対して、 A 子さんが逃げ込んだ個室の隣から壁を乗り越えて侵入するように指示した。その男子生徒は B 子に命じられた通り、 A 子さんがいる個室に入り込み、 A 子さんに対しチンピラ顔負けの言動に及んだという。 A 子さんは泣きながらトイレから逃げ出した。ことが有名私立中学に通う未成年の間で起こった事件であるせいか、重要なポイントをかなりぼかした記事になっています。特にいじめの具体的な内容について調べると、女子生徒4人は実行犯に指示をし衣服をへぎ取り、またその様子を携帯で撮影をしたそうです。このいじめに関する報道では、いじめっ子グループの人数などが若干異なっています。しかし首謀者である女子生徒の親がとある大物女優の娘であること、そしてその女子生徒が男子生徒に命じて被害生徒にひどいいじめ行為をさせたという点では共通しています。さらに次のような驚くべき噂が父兄の間で流れていたとの情報もあります。実は父兄の間では、首謀者の女子生徒たちが男子生徒に2万円を払って A 子さんをいじめさせたという話が出回っているのです。学校側はそんなことはなかったと否定していましたが、説明では3万円でと妙にリアルな数字の食い違いもあり、どこまで信じていいのやら。このいじめ事件の度を超えたいじめの内容には、もはやいじめではなく性犯罪と指摘する声も少なくなかったようです。そして女性週刊誌などでは終始とある大物女優の娘、とある大物芸能人の娘などと、主犯格の女子生徒についてはぼやかした表現で報じられていました。しかし実は事件当初から主犯格の女子生徒は黒木ひとみの娘だとの噂が流れており、現在ではすっかり当然の事実のような扱いになっています。そもそも週刊誌各紙が大物女優、大物芸能人とあえて実名を出さなかった理由は何だったのでしょうか。実は事件当時、大手広告代理店電通の大幹部にまで出世していた黒木ひとみさんの旦那さん伊地知俊夫さんに配慮したためだと言われています。某女性誌記者によると、長女は名門 A 学院中等部に在学中、2年前同級生にやんちゃを働き問題になった。だがその事件を報じた女性週刊誌等は黒木の「く」の字も出さなかった。いや、出せなかったのでしょう。電車の中吊りでも「大物女優」という表現が多かった。イニシャル化したのも夫が電通の大幹部であるためでしょう。各週刊誌が自粛したのです。また実名報道は控えたものの、複数の週刊誌は記事にしたのですが、スポーツ紙やワイドショーに至っては一切スルーを決め込んでいたようです。まるで徹底した報道規制を敷かれたかのように。これらメディア報道が少なかった理由も電通に配慮した結果だとか、あるいは黒木ひとみさんの所属事務所が絡んでいるあのバーニングプロダクションが関連していたためとも言われているようです。
性加害事件と言っても過言ではないこの事件。このいじめ事件に対して青山学院大学が生徒たちに下した処分は信じられないものでした。実行犯の男子生徒2人は退学、黒木さんの娘ら加害者の3人の女子生徒は停学処分に。その一方で被害者である A 子さんも騒動を起こしたということで、同じように3日間の停学処分を受けたという。さらにその後の保護者説明会での学校側の説明では、あくまでいじめはなかったとのスタンスを崩さなかったそうで、その徹底ぶりは凄まじく、退学になった生徒すら存在しないと言い張る始末。そのからくりはとある保護者がこう明かします。学校側は生徒や担任にアンケートを実施したが、いじめに関わる記入はなかった。週刊誌に書かれたことはアンケートなどを精査したが確認されていないと、挙句に退学になった生徒は存在しませんと言うんです。どうやら退学になった男子生徒側とは転校という形で話をつけたようで、事件そのものをなかったことにしたいようです。また学校側の処分として最も不可解と思われるのは、被害者生徒 A 子さんに対する停学処分については喧嘩両成敗と説明したそうです。つまり学校側はいじめではなく生徒間の喧嘩として事件を処理したわけです。そんな学校側の釈然としない説明に対して保護者側から真相を追及する声が上がってもおかしくないのですが、実際そのような様子はなかったといいます。その理由について前室の保護者は、親は誰もが自分の子が何事もなく大学まで内部進学してほしいと思っていますから、学校に立てつく親御さんはいません、そんな事情も見透かされているようで、でも同じようなことが起きないか心配ですよ。確かにそのまま目をつけられなければ、可愛い我が子は青山学院中等部から高等部、そして青山学院大学へとエスカレーター式にエリートコースが約束されているわけです。保護者もなかなか声を上げられる状況ではなかったようです。ですがこのいじめの首謀者と言われている黒木ひとみさんの娘伊地知萌子さんが退学にならず停学処分で済んだのはなぜなのでしょうか。この事件に対して黒木ひとみさんは学校側に3000万円とも言われる桁違いの寄付金を積み、お金の力で退学処分を阻止したとも言われているのです。どうやらこの多額の給付金で手を打ったというのは保護者の間で知れ渡っているようです。娘さんの退学を免れるためだけにあれだけの大金を出せるというのも信じがたいですが、黒木ひとみさんの娘以外の女子生徒は高級料理店の娘と医者の娘との話もあり、ありえない話ではなさそうです。また黒木ひとみさんの場合、やはりどうしても娘萌子さんを自身の母校である宝塚音楽学校へ入学させたかったこともありますしね。たとえいくらお金を積んででも、まな娘に退学歴をつけたくはなかったに違いありません。しかしそんな青山学院の体質について、学校関係の事情に詳しい学習塾関係者による次のような指摘もあるようです。父兄の間からは現在の院長に対する不満がよく聞かれます。学院の評判を落とすことを極端に恐れ、不祥事が表に出ることを嫌う、問題が起きた時にきちんと膿を出さずに済ませてしまうから子供を通わせるのが不安だという親御さんもいますね。今回の青山学院中等部で起きたいじめ事件は、その陰湿ないじめ内容が徐々に明らかになるにつれ、多くの人がえも言われぬ嫌な印象を受けたものです。またその後のマスコミの報道の仕方や学校側の不可思議な処分、さらにそれに対する保護者の反応など、非常に後味の悪い事件だったと言えます。ですが実はその後、この事件に驚きの展開が待っていたのです。なんとこの事件でいじめの被害を受けた女子生徒が、実は事件前後より芸能活動をしており、現在はアイドルとして活躍しているとの情報が舞い込んだのです。被害者である A 子さんが最近密かに芸能活動をスタートして注目を集めていると某芸能プロダクションのマネージャーは語ります。
英子さんは某モデル事務所が主催するコンテストで演技を高く評価されて賞を受賞し、現在は YK という芸名でユニットのメンバーの一人として活動しています。もちろん騒動のことは一切公にしていませんけどね。 YK にあたる人物と噂されているのが八巻小春さん。八巻小春さんは2012年の第13回全日本国民的美少女コンテストの演技部門賞を獲得したほどの美少女で、ポスト剛力彩芽との呼び声も高い美少女です。しかし過去にはいじめを受けていたとも言われているのです。芸能プロ関係者はギターとドラムが得意な壇蜜美の15歳、なんといっても精神力が強いです。コンテストの少し前に在籍していた有名私立中学で大女優の娘にいじめを受けていたと心配されていました。芸能界も諦めると思われましたが、逆境をバネに歌やバラエティで活躍中です。八巻小春さんはその後青山学院中等部から同学院の高等部へは進学せず、芸能活動を優先させるために堀越高校に進学。同じアイドルグループ X21 メンバーと共に無事に高校を卒業しています。また伊地知萌子さんは事件後はほどなくしてニューヨークのセレブ学校に転学したと報じられています。このニューヨーク郊外の高級住宅街にあるセレブ校は慶応義塾ニューヨーク学院と言われています。ちなみにこの学校を卒業後は 100% 慶応義塾大学に進学できるのだとか。この慶応義塾ニューヨーク学院はもともとは海外生活の長い日本人子息が日本に復帰するための受け皿的な役割の学校だったそうですが、普通に受験して慶応義塾大学に入るよりも比較的入りやすいため、現在では受験失敗組や日本国内に居づらい状況の子どもの進学先の側面も強いようです。2014年4月16日のニュースポスト7は、黒木ひとみさんの娘萌子さんが母の母校である宝塚音楽学校への入学を目指し名門バレエ教室に通っていたそう。しかし今回のいじめ事件の発覚により海外留学を余儀なくされたことで、2014年の宝塚受験ができなくなってしまったことを報じました。その後黒木ひとみさんの娘伊地知萌子さんは慶応義塾ニューヨーク学院から内部進学で慶応義塾大学に入学したとも言われています。ただ伊地知萌子さんは2023年に25歳となるので留年していなければ卒業していることになりますね。黒木ひとみさんの娘伊地知萌子さんはお金を払って生徒を買収し、八巻小春さんに卑劣なことをさせました。正直これは普通の感覚ではできません。なぜこのような卑劣なことができるほど性格がひん曲がってしまったのかを調査したところ、黒木ひとみさんの性格の悪さが原因だったことが判明しました。黒木ひとみさんの性格は悪いことでも有名で、性格のいいエピソードは一切ないほどの性格のひん曲がり具合です。このエピソードとして挙げられるのは、黒木ひとみさんは高校では演劇部に所属しており、演技力の高さから九州大会に出場するぐらいだったそうです。そして熊本の音大に進学が決まるのですが、なぜか宝塚音楽学校を受験したのです。ではなぜ宝塚音楽学校を受けたのかというと、記念だったそうです。この記念受験のために1週間だけバレエに通ったそうですが、なんと合格してしまうのです。宝塚音楽学校に受かるのはとても難しいらしく、この合格は快挙なのですが、黒木ひとみさんは松竹歌劇団でもよかったと発言したとのこと。このことからもお世辞にも性格がいいとは言えませんし、プライドの高さがうかがえます。また黒木ひとみさんはプライベートでも性格が悪いと言われまくっていて、娘が通っている学校でファンが話しかけても完全無視。それにイラッときたファンがボソッと悪口を言ったらすごい速さで振り向いたそうです。この他にも、もう二度と一緒に仕事したくないと共演者から言われていたり、付き人が気に入らないとすぐに解雇するという情報などから性格がひん曲がっていることがわかります。
親の性格は子供に似ると言われており、子育てしている方はわかると思いますが、なんだか悪いところばかり似てしまうというのは育児あるあるではないでしょうか。伊地知萌子さんは黒木ひとみさんの性格の悪さやプライドの高さを受け継いでしまい、全日本国民的美少女コンテストで賞を取った山木小春さんが気に食わないことからあの事件を起こしたのではないでしょうか。アドラー心理学では、家庭で子供が親と似た行動をとるのは遺伝だけでなく、子供自身が無意識のうちに親に行動を寄せているからだと言います。小さい子供にとって親は身近な最大の権力者でもあり、親の価値観や判断、行動を真似ることで自分も強くなりたい、家庭内で優位に立ちたいと考えています。これは親を尊敬している場合でも反抗している場合でも当てはまるので、親の責任は重大です。これを見てもこの事件を犯した根本原因は黒木ひとみさんの性格の悪さが要因であることがわかります。これだけ性格がひん曲がっていれば、黒木ひとみさんが何かしらの事件を起こす可能性も否定できませんよね。続いて黒木ひとみさんの逮捕説についてですが、最近の芸能界、薬物や詐欺、暴行事件などで逮捕される芸能人が多く見られます。そんな中で元宝塚 X が違法薬物で逮捕間近との噂がありました。2020年1月27日、薬物に関する新たな情報として大物女優薬物疑惑で逮捕間近の情報が流れてきました。その情報をまとめると以下の通り、宝塚歌劇団出身、多くの映画、ドラマ、CM、舞台に出演、著作物なども出版、日本アカデミー賞の部門賞や各賞の部門賞を受賞過去、加えてその女優 X は夫と別居状態というのです。その状態の時に女優 X に反社会勢力が入り込んできたのです。暴力団幹部の男は女優 X のパトロンになり、愛人関係を結んだといいます。どうやら暴力団幹部と愛人関係にあるので覚醒剤を使用しているという話のようです。その元宝塚女優 X の細かい情報として、スポンサー受けは良いが現場の評判は悪い、子供がいる、モンペブリが業界で話題、理想的な夫婦に見られているが実は夫婦仲は破綻、旬は過ぎてるが今も CM は多い、この情報で絞られるのは黒木ひとみさんただ一人です。黒木ひとみさんにはこれまで一切薬物に関する情報は出ていません。出ていないので逮捕されれば驚きは大きいですね。それにしても黒木ひとみさんが違法薬物で逮捕間近のストーリーに違和感を感じます。そして逮捕間近と言われる理由は、大物女優 X さんは暴力団幹部の愛人、その暴力団幹部が麻薬取締官に狙われている、女優 X さんは頻繁に暴力団幹部の別荘に出入りしている、沢尻エリカさんを逮捕した警視庁組織犯罪5課に対抗して麻薬取締官が大物を狙っている、以上のことから大物女優 X さんは逮捕間近と言われています。最後に黒木ひとみさんの離婚説についてです。黒木ひとみさんと伊地知さんの出会いは、黒木ひとみさんが1990年に宝塚歌劇団を退所してから大阪ガスの CM に起用されたことがきっかけでした。この CM を担当していたのが現在の夫、伊地知さんでした。伊地知さんが黒木さんに一目惚れし、黒木さんのマネージャーに気持ちを伝えたそうです。当時携帯電話が普及していなかったため、マネージャーから伊地知さんの気持ちを聞いた黒木さんは自宅のファックスを伝え、ファックスでやり取りすることにされたそうです。その後ファックスでのやり取りを経て、何度か食事に行くうちに交際が始まり、出会って1年で結婚したのです。今年で結婚生活33年目を迎えます。過去に不倫、浮気、離婚など様々な噂がありました。芸能事情通の話では、愛氏が浮気をし離婚説が走ったことがある、だがそれも40代の時で、今は適度に仲良しという感じです。一方で黒木ひとみさんは夫の浮気というエッセイ本を出版しており、夫の伊地知さんが浮気したらどうしようと不安な気持ちを綴っていました。何かしら夫婦間で問題があるのでしょうか。
いかがでしたか。今回は黒木ひとみさんについて詳しく見てきました。今後黒木ひとみさんの薬物報道が出てしまうのでしょうか。黒木ひとみさんの今後に注目が高まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。